建安16年、慶州を治める劉備のもとに隣の益州からの使者が訪れ、周辺勢力の侵攻を恐れた劉璋が同族である劉備を頼り加勢を求めてきたのである。益州は豊かな地だったが、惰弱な君主劉璋には不安を抱く者が多かった。そして劉備陣営でも益州を取るべしとの声が高まる。ついに劉備が重い腰を上げた。私に同族の劉璋殿を責めろと、そう申すのか。職を得ることは天下三分の絶対条件でございます。しかしそれでは仁の道に反するのではないか。やらなきゃ早々にやられちまう。仁の戦にあらず、まして大になぞない。それでも後の世のためにこの戦やらねばならんでしょう。なんだ、妙にざわついている。この面築を越えれば生徒は目の前だ。皆無事に森を抜けよ。されちまったがね。
我らも遅れを取るな。私はここらで降りるよ。何としてでも勝つぞ。王道の死を無駄にするな。エスキピット、自重するのだ。
勝だな。you
でしてこの生徒が欲しいか。